はい、こんにちは、まめと申します。チャイム実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回これが出てきたのか、朝霧翔太出てきたので、目的解除済み出てきたのでやっていきたいと思います。どうしても、はい、ヒント聞いとこうさっさと正門に向かいましょう。あ、これは前やったやつですね。はい、帰り寄り道したいなら吉野の足跡をたどってもいいかも。四国魔の翔太は抜け道を熟知しています。もちろん運動場横の倉庫に穴があることも。え、待って、とりあえずまあやっていけばわかるか。はい、これは OK。 あー、あれだね、先回りするやつですね。 OKOK、 OK OK、ごめんなさい、鼻がムズムズムズ、くしゃみ出そう。くしゃみも言えてなかったよ。学校南門へゆっくり到達。学校南門、げ、先生がいる。おとなしくやり過ごさないと。ゆっくり行く。とりあえずこっからは先生がいるからゆっくり歩いていくよ。大地、大地、南門、こっち行けないんだっけ。横切るのは禁止だぞと。はい、あー、そっかそっか。あ、待って、失敗しました。わかったわかったわかった、あれだね、旧校舎から行くんだね。オッケー。あ、ぶんね、ぶねぶねでしたねあー、そうそうそう、ここだここだ。こう、見えなくなったら走る。よし、オッケー。旧校舎から行けばいいのね。誰もいないよね。いたら心臓が脅かされる。あ、大丈夫。オッケー。ではここから外に出て、ここに行けばいいのかな。はい、これですね、多分。なんだこれ、カゴみたいなのがあるぞ。うわ、いきなり閉まったぞ。誰だよ、こんな危ないの、危ないものを置いたのは。拾っとくか、ったく。とりあえずこれでいいのかな。これで、あとは南門に行けばいいのでしょうか。南門ゆっくり到達。ギリギリがいいのかな。こっち、あ、学校の、学校中の近道は知り尽くしてるぞ。へへ、伊達に遅刻魔やってるわけじゃないさ。これもう行っちゃっていいのかな。はい、とりあえず来るからここで待機と。98、97、96、これ OK？はあ、はあ、先回り成功だ。隠れて窓、よし、静石さんだ。ああ、ふう。わらわら来るんだよね。母ちゃん帰り？え？一緒に帰ろう？いいわよ。やばいね、この、どんだけ人気者なんだ。もう、アイドルだよね。ここまで来たら。取り巻きやばし。静井先輩、人気者、僕なんかと身分が違うな、やっぱり。さよなら、朝霧くん。よかったね、アイドルに声かけてもらえて。さよなら。ああ、さよなら、静井さん。おい、今の、僕に挨拶したぞ。向こうから静井さんが、ヒャッハーイ！てとる。ということで、追加目的を達成しました。よかった。これでいいのかな？オッケー。ということで、豆子大好きまっちゃんが出てきてるので、まっちゃん行きたいと思います。あー、そっか。でも、かおるこちゃんの方が時間軸的にまだ前だから、先にこっち行くか。21時。なんだ？全財医師の元に駆け寄るナース。かおるこの容体急変に告げる。何？かおるこちゃんに何があったの？
先生。ナースどうした？特別病棟深谷さんです。カオル子ちゃんかすぐ行く。たっちゃん、なんじゃい騒がしいの。もうちっと静かにしてくれんかの。ちょいと美人の看護師さんどうしたんじゃ？カオル子ちゃんが。いや、なんでもないですよ。おじいさんもう寝ましょうね。わーい、やっぱり優しい、若い子に優しくされるのはええの。カオル子ちゃん、とやらに何かあったのかの。どうだ、容体がバイタル低下、危険です。まずいな。昇圧剤中、常駐、じゃあ違う違う違う、昇圧剤中、細動に気をつけろ。ダメです。下げ止まりません。このままでは心肺停止。クソ、アドネラリンもっとワンショットで。先生、心肺停止。まだだ。胸部圧迫いくぞ。やばいな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 。心臓マッサージしてたのかな。カオル子ちゃん帰ってこい。なんかちょっとしたリンチに見えるけど、カオル子ちゃんお願い。お、戻ってきた。回復しました。心拍血圧依然危険です。よし、このまま強心剤集中し、治療室へ。カオル子ちゃん、カオル子ちゃん持ってくれよ。頑張ってカオル子ちゃん。ああ、声が聞こえる。誰かいるの？それこそ八重さんかな。はい。ということで、行きまーす、まっちゃん。22時デモシナリオ。コンサート出場が危ぶまれる松。ソロ出場に備えて練習に励むが。何が、あの、ジョアンのおばあさんがまた出てくるのかな？はい、岩瀬まっちゃん。ふんふん。べこべこ？おー、なかなかいいね。あたしも一人でやっていけるんじゃないか。こりゃ、たっちゃん首かね。誰だい、こんな夜遅くに。誰だ？もしもし。来たよ。ひゃひゃ。いやみな、いやみな声だね。でーでーめっちゃいいよ。腰は大事にしてるかね。ひゃひゃ。あー、ジョアンかい。ありがとうね。明日のコンサートに出る私の気を使ってくれるんだね。コンサート？はて、何のことやら。なんだい、文句でもあんのかい。ひゃーひゃひゃ。何がおかしいのさ。あんたが恥ずかかないように私がちゃんと手を打っといてあげたから大丈夫だよ。どういうことだい。俺、あんたんとこのメンバー足りないだろ。パーティーの実行委員にそのこと言っといてよ。出場停止になるんじゃない？なんだって。委員会のやつだ。そしたらジョディ・ババアは出演中止だわって言ってたわね。ひゃっひゃ。ジョアン、なんてことを、なんて余計なことを言うんじゃないよ。何を言うんだよ。感謝してほしいわね。逆にさ、ひゃーひゃっひゃっ。恥ずかかないで済んだわってさ、ひゃーひゃっひゃっひゃ。クソババ。まあ、会いたのはレディーババが産めるから心配いらないわよ。それじゃ。
このジュアン、この切っちまって、あのババア、こうなったら明日直接実行委員会に殴り込みだよ。ジュアン、レディーババなんずに出演時間を取られてたまるかい。今回もやばいですね。はい、ということで、他に目的解除誰も、あ、羊目的解除してるはじめくんですね。はじめくんだけかな。うん、はじめくんがちょっと解除してるので、これ行きたいと思います。なんだろう、ヒント聞いとこう。これは OK。 はじめは抜け道なんて知りません。抜け道を知っていそうな、広場に詳しそうな人くらい。うん、どういうことだろう。まあいいや、とりあえずやっていきたいと思います。大小原はじめ、はい、これで不良に見つかりそうになるんでしたね。リーゼント二人組と。おい、あいつはじめじゃねえか。バイチー、逃げるが勝ちだよ。はい、遠江の抜け道の発見。え、どういうこと。広場にいる人物に抜け道の場所を聞く。広場にいる人物、広場に、広場って公園のこと。公園は確か道路渡ってこっち側にあったと思うんだけど。行き止ま、え、どこ広場。ん、あ、端っこまで来ちゃった。公園の抜け道、え、ガイデイ、広場、広場、広場、待ってよ。あ、広場ってすぐ横にあったあそこじゃん。こんなところに行っちゃダメだよ。やばいな、不良に、あー、来てるな。とりあえず逃げるが勝ちだよ。はい、で、こっち広場は確かここに、このおっちゃんに聞いたらいいのかな。え、ふう、やれやれ、おじさんも一応イベントの関係者だからね。さっきまで手伝ってたんだよ。あそこの階段に柵を立てたんだよ。ちょうど今上がったところさ。あっち側はイベント終わるまで立ち入り禁止なのさ。実行委員の、詰め所があるからね。あっちに行きたいんだろ。分かってるよ。塔のふもとはロマンチックだからね。キシシ、二人っきりでね。よしよし、おじさんが若い君の応援をしてあげよう。明日うまくやんなよ。階段の右に植わってる木、何本目だったかな、調べてみなよ。おっと、これ秘密だよ。はい、広場の木を調べる。広場の木、あー、あ、こいつ厄介だぜ。おいで、おいで、よし、こいつを巻かないとまずいけないですね。はい、あ、いるね、バイチー。ということで、ここの木を調べるってこと。とりあえず端っこから順々に調べていこうか。はい、ん、抜け穴、向こうに通じてるけど、この向こう、東広場、東前広場だったよな。よし、ここに隠れて。いやいや、待て待て、あいつらいつもこの辺にたむろってるじゃないか。この抜け道、あいつらが作ったのか。階段塞がってるのに、もしあいつらが戻ってきたら逃げるどころか出られなくなっちゃうぞ。もっと逃げやすい場所にしよう。あ、追加目的を達成しました。とりあえず、やったん。次は、あ、ニワトリちゃんが出てきてるよ。誰だっけ。あ、富江さんじゃないか。はい、バスの時間には十分間に合う。ですが、教師として教室の戸締まりには気になるところ、6カ所の窓を見つけ、そのうちどこかにもう一度入室。遅れたら仕方ありません。あの子を救い、もっと遅れましょう。そして彼女は最初の覚醒者に。うん、全然どういうことかわかんない。とりあえずやればいいんだよね。あの、窓をどんどん閉めていけということですね。そろそろ出ようかしら、楽しみ。カフェ到達。追加目的は幸せを願う。バスを使わずカフェへ到達。はあ、
窓が開いてるわ。もう下校時にはちゃんと窓を閉めなきゃダメよ。他にも開いてる窓があるかも。ちょっと見回っていこうっと。校内を見回り、窓を閉める。とりあえずこの時間気にせず行けばいいのかな。はい、次はこっち。開いてる開いてる、窓が開いてるわ。もうはい、じゃあ次はこの教室。おお、優秀ですね。おお、こっちも優秀だ。それで最後の教室はどうでしょう。閉まってるね。はい、他の階の教室とかも見なきゃいけない、もしかして。そういうこと？結構大変ね、それって。はい、次は2年の教室。地味な作業繰り広げておりますね。あー、開いてる。綺麗な青空。でも閉めるわよ。変わるわよ。ハニーフラッシュ。ここも優秀ですね。はい。で、とりあえず時間は気にしなくていいようなことを書いてたので、もう気にしません。普通に窓だけ。誰かにとりあえず出会うんだろうね、こうやって窓閉めしてたの。あ、開いてる開いてる。ほい。よし。オッケー。こんなもんかしら。これでいいの？出ちゃって。とりあえず多分逆に時間を、あ、こういうところも入れちゃう。マジで本当に全部入っちゃう系なんですね。はい。ということは休教室も行かなきゃいけない的な感じなのかな、ってな感じっぽい気がしてきた。うん。で、休教室の窓からなんか裏庭的なあれを見るんじゃないのか。うん、そんな気がするぞ。あ、開いてる。はい、窓が開いてるわ。もう不用心ね、本当に。警報が鳴っちゃうじゃない。ちょっと休教室も見に行きたいと思います。こっちから行けるかな。はい、こっちの教室も見回るわよ。はい、こっちから。校長先生の、校長先生、職員室に戻る必要はないわ。はい、上の階はどうかしら。あ、見れるんだ、やっぱり。本当に、じゃあ本当に全部の教室ですね。あ、開いてる開いてる、窓が開いてるもん。よし、オッケー。全部見たよね。これでいいの？まだあった。この上はいけないんだよね。そっちに用はね。あー、暑い。パソコンがめちゃくちゃ熱を持ってるんですよね。この熱気がやばい。あ、全部閉まってんじゃん。これでじゃあ、いいのかしら。はあ。裏、校舎裏とか、行けるのかしら。はい。こことか行けるのかな。あ、行けない。あ、行けない。じゃあ、バスを使わずこのまま。あ、横切って行っちゃったわ。教師の特権ね。ということで、カフェに向かいましょう、これで。バス行っちゃったわ。どうしよう。間に合わない。え？校内を見回り、窓を閉めるでしょ。どういうこと。
長先生。おや、藤島先生、校長先生。校舎の見回りですかな。はい、戸締まりのチェックをと思いまして。ご苦労様。それはそうと藤島先生。はい、卒業式までもうすぐですな。いやー残念、本当に残念ですな。そうですね、みないい生徒たちで、特に静石君は本当に、いや本当に残念。ええ、静石さんや他の子たちも、我が校始まって以来の逸材、鑑賞の先生方にも羨まれてね。そうなのですか。あの優秀な学校ですか。なんか町長にしてこの町の誇りとまで言わしめる、本当に彼女は宝だよ。まあ彼女の将来が楽しみです。彼女だけ置いとか置いとけないかね、我が校にずっと大人になるんですみんな。それはちょっと、母、冗談冗談、いや本気、どっちやねん。いやいやいや冗談。彼女永遠に高校生だといいんだけどね、静石君は。卒業式の後で彼女をぜひ校長室に連れてきてください、藤島先生。ああ、彼女に何か行こうよ。でもいやいや話をしたくてね、彼女に直接。なんか嫌な感じ、プンプン丸。静石さんに伝えておきます。じゃあ頼みましたよ、ぜひ静石君を。この校長何考えてやがる。確かに静石さんはとても優秀だけど、あそこまでエコひいきにするのはどうなのかしら。ああもうこの時間、バスに乗り遅れちゃうわ。はい、南萌、よかったよかった。なんかもうわかんないから適当にぐるぐる回りさらしていたら、なんか校長が入ってきました。これここ通っていい？いややめとこ、怖い。ここでねまたやり直しとか本当に勘弁だから。全校舎回ったからね。はい、これ絶対タイマーあれだから、バス乗り遅れてるだろ。バス行っちゃったわ、どうしよう、間に合わない。あら藤島先生、あー下に先生でいいのかな。どうしたのこんなところで。町に出ようとしたんだけどバスに乗り遅れちゃって。あらそうなんだ、じゃあ送っていってあげるわ、私の車で。本当ありがとう、助かるわ。でも用事があるから商店街までは行けないわよ、それでもいい？うん、町外れても本当にありがとう。じゃあ行きましょうか。おお、ブイーンとな。チェックポイント、もうすぐ4時、時間ギリギリだけど遅れたら謝らなきゃ。泉のウサギを救う、泉、確かね豆の記憶が正しければね、はじめくんの時に見たんだよここに、ほら、そうここのここで見たなと思って。来た、ウサギ。人面ウサギ、わっちを呼んだのかい。わっちに幸せを望むのかい。何、あなたそんなところで何をしているの。幸せが欲しいならわっちにあったかさを示すがええよ。いいから早く上がってきなさい、風邪ひいちゃうわよ。どうすんのさ。もう親御さんは何をしているのかしら、とにかくこっちへ。うむ、まだ寒いのに一人で水遊びするなんてダメでしょ。ぬぬ、いい、水場はとっても危ないのよ、一人で来ちゃダメ、わかった。わからぬ。困ったわね。でも今日は帰りましょう、送っていってあげる。ほう、あ、約束、いいわ、放っておけないもの。ああ、あの人もきっと許してくれる。へえ、こっちへ来てね。わーい。あら、寂しかったのかしら。お主の胸ふかふかであったかいの、気に入ったぞえ。どうしたの。わっちの役目はこれで終わりの。あ、消えちゃった。あれ、いない、今までいたのに。あれ、どこにいるの。帰りましょう。
夢見てたの？はい。あ、なんかフラグ取得したぞ。カフェ入る。これ歩いて行かなきゃいけない系ですか？カフェって絶対右上だよね。超右上だよね。マジで？頑張るぞ。頑張って先生。走って走って走り抜き。まだ上だっけ？あ、これだっけ？あ、これ病院まだ上だわ。カフェ遠いわね。あ、ここら辺な気がする。ここら辺な気がするよ。あったー、到着。はい、遅れちゃったわ、大変。まだ来てないみたい。よかった。じゃあ待ちましょうか。ということで目的達成した。もうはい、というところで、じゃあ今回はこ、え、後ろ向いてる。なんで？これちょっともう攻略見ていいですか？わかんない。というところで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。